そうだ、残党を始末してこなければならん。シーツ、報告は任せた。子供は時に荒唐無稽な作り話を考えるものです。子犬と思って侮っておったが、とんでもない。すると貴君は私の娘の何が気に入らんのですかな。私でよろしかったでしょうか。次回のおかしな転生は、愛しき笑顔に焼き菓子を。ご賞味あれ。